はい、皆さん、こんにちは。えー、それでは、赤松式、木内山手て講座、えー、太郎と花子の事件も2018、第1回目の解説講義を始めます。えー、こちらの講座、合計で8回となります。えー、そして、各回、不動産登記法、商業登記法、1問ずつ解いていただきます。えー、こちら、解説講義になりますので、 皆さんはこの解説を聞かれる前にご自身で時間を設定されて問題を解いてくださいそして皆さんがその問題を解かれているということを前提としてこちら解説の方お話を進めてまいります。 なかなか、えー、こちらの構図の問題の方ですね、えーまあ、歯応えがある問題準備していますから、えー、2時間で解いいててもももららっっひょっとししたら書きれれない部分、えー、あるかもしれません、えー、そういったところにつきましてまたよく復習をしていただきまして、えー、そして、えーまあ、1回目解いたときはできなくてもですね、えー、本試験直前までに繰り返し復習をして、えー、本試験までにはきっちりと 吸収してもらってできるようにしてですね、本試験のぞむようにしてください。こちらの問題は本試験の予想問題も兼ねております。適当にですね、問題を作ってるんじゃなくて、過去の本試験の旧式問題を分析しまして、まあ最近はここは出ていないから、そろそろこれが出そうだ。 あるいは過去に一度この論点が出たことがあるのでまたですね今年そのあたりが出そうであるあるいは近年実務的に話題問題となっている論点などをですねそういったところを極力取り,取り上げるような問題としておりますそれから問題の形式につきましても極力ですね本試験の形式に沿ったような形で作るようにしております。まあ、問題の 内容面ですねそれから問題の形式面、まあ、いずれの側面からしても本試験の予想問題として十分ね使っていただけるではないかと思っておりますはいそれでは合計で8回になりますけね頑張ってください、はい、では今回は第1回目ということでまず不動産登記法の1問目から見ていきます はいえー、合計で1時間で、えー、不等法と小等法を1問ずつ解説をしますので、えー、各科目30分程度の解説となります。従、えーまあ、いまして、えーまあ、結構スピーディーにですね、まあ、論点を確認していくというような内容になります。まあ、改めてこちらの講座の方では、えー、記述式問題の解法、えー、とかですね、まあ、そういったところについては まあそういったところはもう、えー、直前期で皆さんそれなりにできているっていうことでですね、まあ、こちらの構図の方では、まあ、今まで、えー、培ってきた皆さんなりの記述の解放それを生かしてもらって問題を解いていただくそしてまあ各問題の論点を確認それから吸収していただくっていう形ですねそういう方向で使ってください。はい、ではえー 問題冊子、えー、の方を先に見てください、えー、問題冊子、えー、1ページ、まあ、ざっとどういった問題であったか確認しておきましょうはい第1問は非常に実務的な問題でした、えーまあ、実際に実務でありそうな問題で、えー、土地を買って、えー、そして所有権保存登記をして提供権の設定をする っていうね、えー、内容です。はい、問題の方が最初に文章が出てきまして、後ほど別紙が出てきます。最近の本試験このような形式になっています。で、えー、文章と別紙形式、混在形式ですね。まあ皆さんなりのもう解き方があるかと思うんですが、えー、まあ一つアドバイスとしまして、このような形式の場合は、えー、後ろの別紙を先にざっとえ確認してみる。 で別紙を確認してから前に戻って文書を読んでいく、まあ、そういうやり方も一つの、えーまあ、手法であると考えてください、まあ、なぜかと言いますと文書の方から読んでいきますと文書の方で別紙ナンバーのように売買契約をしたなどと書いてありますそしたらその時点でまた別紙の方に移るで別紙の売買契約書を確認するでまた前半の文書に戻る。 そしたたらまた文書の方で今度は別紙何番のように定答権設定契約をしたと書いてあるそしたらまた別紙の方に行って定答権設定契約を確認するそのように文書ととと別紙を行っったたり来たり来いいうことになってしまいますそれはあまり効率的ではないので別紙の方も先にざっと見て別紙の方で起こっている事実関係を先に把握しておくわけです。でそれは、えー、もう答案構成の方に入れておいていいです。 で別紙の方を先にざっと確認しておいて、えーまあ、ざっと答案構成をそれで作っておいてそしててに戻って文章を読むえそしたら文章の方で「別紙何番のように売買契約をした」と出てきてもですねあもうそれは別紙の方でさっき確認したよということになります、えー、前半の文章の方が別紙が先に確認済みであると、えー、すっと頭に入ってくるまあすっとね読んでいきやすいということになろうかと思います。 まあ、そういった意味におきましてですね、えー、後ろの別所をまずざっと確認してみるという方法は一つ、えー、おすすめの方法でありますはいそれでは、えー、問題、えー、1ページ見てください、はい、今回の問題は1月の20日5月の25日7月の6日と3日に分けて登記の申請をするという内容になっています、えー、1月の20日 最初の申請が土地の売買と定当権の抹消ですね真ん中の申請が実行取得に関する論点になっていました最後の申請は保存登記それから定当権設定などとなります、はい、では同じく問題の1ページ見てもらって、はいまあ、どんな問題だったかですが1ページの下 1>, 1月の8日田中一郎から依頼を受けた内容というところを確認してみてください、えー、まあ1番のところに書いてますように、えー、田中一郎所有の2つの土地ですね、まあ、片方については5分の1ということですこれを息子に売り渡して息子がそこに新居を建築するという内容になっていますはいそれから同じく1ページの5番、えー、そこに現在抵当権がついてるんですが 息子が新たに建築資金の融資を受ける関係でこの抵当権を先に抹消しておきたいで、まあ、銀行にもねその話がついているということになっております、はい、では次の2ページを見てください2ページの上の方5月の25日の依頼内容ですが私鈴木太郎は平成8年4月1日 所有の意思を持って平穏かつ公然に別身の土地の占有を開始した、はい、それから2番のところでですねそして、まあ、時効が完成していますから、えー、その場で関係当事者全員に事項を援用したということになっています。 はい。それから同じく2ページのその次ですが、えー、建物を建築資金に関する事実関係。はい。これは、えー、土地家屋調査士が表題東京を完成させて、まあ、その資料が、えー、送られてきた。で、えー、銀行で、えー、金銭消費退職、えー、の契約を結んだりですね、抵、え、当、ー、権設定関係書類に準備ができたなどという話が書いてありました。で、えー、っと、このあたりの話もですね、えー、これ全てが えー、陶器に直結するかというと別に関係ない部分もありますからその辺りは惑わされないようにしてください。本試験でも、えーまあ、そのようなことがあったりします。 当期に直接関係する事実関係と、まあ、そうではない事実関係ですね。まあ、それをわざと混在させて、えー、そのいろんなことが書かれている中から当期、えー、に直結する事実関係を、えー、抽出、えー、して読み取ることができるか。えー、そういったところもですね、えーまあじえー、実力、力として試されていると思ってください。まあ、本文では例えば 受領書のファックスの依頼を受けたとかそういったことが書いてありました実務ではそういったこともあるんですけれどもそれは特に当局の申請書の内容に影響するような事実関係ではありませんはい、えー、っとそれから同じく2ページの、えー、一番下の3番のところ見てもらって。 田中一郎と田中二郎は親一人子一人の家族で母親はすでに他界しているとあります。親子一人ずつ親一人子一人の関係とあります。はい。これは何に影響するかまた後ほど説明いたします。はい。それから次の3ページ見てください。 旧式問題で特例方式で回答させられるっていう問題ですねあまり見たことがない、えー、かもしれません、まあ、こちらの構図のほうではあえて出しているんですけれどもとにかく、えー、本試験何が出てくるかわからないですからね、まあ、どういう問題が出ても、まあ、それなりに対応できるようにしておく必要があります。で特に、えー、近年ですねオンンライン申請を、えー、促進ししようう、まあ、国全体としてそういった 流れがありますから特例方式についてもある程度は皆さんも慣れておいた方がいいです。で特例方式の場合には別途書面で提出できるものそれから申請情報とともに送信しなければならないものそして 別途書面で提出できるんだけども申請情報とともに PDF は送信しなければならないものなど、ね、があるわけです。まあ、そなっていうのあたりの理解ができているかが聞かれておりました、はい。では同じく問題の3ページ見てもらって問1下の問1問1の内容は「#ABCD」「登記権証明情報などの空欄を埋めてください」という内容です。問2 問いには3、三、え、三十年一月の二十日に申請した四つの、えー、登記の申請書、これを書いてください。はい、それから次の四ページです。えー、問い三。はい、問い三は、えー、第三欄に。えー、添付情報を答えてもらう内容です。先ほど申しました。えー、特例方式によった部分の添付情報です。えー、括弧特例。 あ PDF 文書を要する場合は括弧特例括弧 PDF の要領で答えてください,、はい。それから問いの4番は平成30年9月の25日、えー、申請した登記の申請書について、えー、問いの5は平成30年7月の6日申請した登記の、えー、申請情報についてということになっていました。はい、ではえっと別紙の方をざっと確認してみてください。 え問題文の7ページ、はい、7ページと8ページは前提となる登記記録ですね田中一郎が所有者で、えー、大築市場に抵当権が設定されています、はい、それからその次9ページ見てもらって、えー、別紙3登記権員証明情報、えー、2つの土地がありまして、えー、片側の土地は5分の1だけ売るという内容です えー、括弧 AB に入る内容を答えてください。えー、過去の本試験問題でもこのように統計証明情報の穴運営をさせるという問題が出ています。今後も取材される可能性があります。はい、それから10ページはあまりこういう形式は見かけないと思うんですが、えー、まあ非常に実務的な形式で、固定資産税の評価証明書。えー、本試験の方でも古い時代にはこのような えー、固定資産税の評価証明書が、えー、掲載される問題もありましたはい、そこに価額、えー、が載っていますからそれをもとに登録免許税を計算してくださいはい、それから問題11ページの別紙の5これは、えー、あまり意味はないんですが表題登記が完了した、えー、という、えー、登記完了証ですはい、それから次の12ページこれは、えー、表題登記ができた登記記録ですね はい。そして13ページ、えー。これも実務的ですが、はい。この、えー、新築建物の、えー、価格認定表、実務ではこのようなものを使います。えー、これをもとに、えー、保存登記の場合の、えー、登録免許の計算をしてくださいということです。本文は、えー、手前のページの別紙6からわかりますように、木造の、えー、委託。 木造の委託ということですから13ページの価格認定表の左上の金額ですね木造委託の部分8万4千円。は円、い、その金額を採用することになりますはいそれから次14ページは定当権設定の当権証明情報です、はいまあ、金融機関によっては定当権設定契約書そのまま 当件証明状とする場合もありますし、このように別途登記用に報告形式の当件証明情報を作成する場合もあります。はい、本文は、えー、報告形式の定当権設定の当件証明情報となっています。はい、それから次15ページが、えー、定当権設定の委任状ですね。から次16ページは、えー、保証会社の代表者事項証明書。 17ページが、はい、これも空欄問題になっていましたが委任状で不動産の表示として建物がありますから、えー、これは保存当局の委任状だと考えることができます。C にどういう内容を入れればよいかはいそれから次18ページ別紙の12こちらも同じく委任状で D が空欄になっていますで不動産の表示としまして、えー、こちらは宝塚市に所有する、えー、土地の記載がある。 ということですから土地に関する登記となりますえということは、えー、土地について必要となる住所変更の登記の委任状ということが考えられますはいそれから次19ページの別紙の13こちらは、えー、設定者の抵当、えー、権設定の委任状それから次の20ページ別紙14がその印鑑証明書 21ページ別紙15これは住所が変わっていますからその住所変更を称する住民票となりますはいそして今回3回に分けて登記の申請をしていただく内容でしたがこの別紙はですね当然その一場面だけに関するものっていうことでなくて3回に分けた登記申請すべてにおいて共通するものという認識を持ってみなければなりません。まあ、何を言いたいいたかというとう こののの別別紙紙それから別紙の15こちら見ていただきますと田中二郎の生年月日が平成10年4月の20日ということが分かります。えー、ということは最初の登記申請時点ですね平成30年の1月でした最初の登記申請時点においては田中二郎はまだ未成年者であるということが意味されています。えー、となりますと父親と 未成年者の売買となりますから利益相反取引となります。したがって特別代理人の専任を要するという問題になっていました。で母親が高い、えー、しているということはそこに関係していました、えー。母親がまあ高いしていますから、えー、特別代理人と、えー、息子父親の特別代理人と息子、えー、その両者の売買契約でオッケーということです。 母親の関与はいらないということが、えー、意味されていました。はい、えー、と問題の内容はそのような、えー、内容となっていました。はい、じゃあ回答、えー、解説確認してみましょう。えー、次は解説レジュメの方を見てください。はい、解説レジュメ、えー、5ページを開けてください。解説レジュメの5ページ。 5ページの四角の一番のところ、統計証明情報、それから委任状の記載内容ですね。はい。これは回答欄、第一欄を確認のこと、参照のことということで、えー、すいません。1ページの方に戻ってもらってそちら見てみましょう。はい。このような内容となります。はい。これはバイバイでよく、えー、用いる形式で、 えー、の売買契約には本県不動産の所有権が売買代金の支払いが完了した時に田中一郎から田中二郎に移転する旨の所有権移転時期に関する特約が、えー、付されている、えー、そして括弧の B のところで田中二郎は田中一郎に対し平成30年1月20日売買代金全額を支払い田中一郎はこれを受領した、はい、このような内容となります。はい、これは当然、えー、ぴったり一同一同じでなくても同種子 趣旨があっはいそれから合わせて委任状の内容を確認してみましょうはいこれは、えー、実務をされている方は分かると思いますが実務されてない方は難しかったかもしれません委任状に何を書けばよいのかなんですが、えー、当期の申請書に書く内容をね実はそのまま委任状にも書けばいいわけです。のを委任しますとということで で次にその登記の内容、申請書に書く内容を書いていただければいいわけです。はい。ということは、カッコ C の方は、登記の目的所有権保存、えー、所有者田中二郎。はい。このような内容が入ることになります。この登記の申請を委任したということです。カッコの D の方は、名変登記になります。はい。同じく名変登記の申請書の内容を実はね、そのまま、えー、書いてもらえれば正解となります。 3番所有権登記名義人住所変更年月日住所移転で次変更後の事項の書き方そこ注意してください、えー、片側が単独所有で片側共有となりますこのような場合は所有者及び共有者と書きます所有者及び共有者田中二郎の住所はいそのように肩書きを書いてもらって変更後の住所を書きます はい、えー、統計証明情報と認証の空欄はですね、そのような内容となっていました。